あの小さい時からそれこそ5歳ぐらいの時からずっと絵,は絵を描くことが好きで,で絵を描くとこう家族であったりとかあの、まあ、周りの保育園通ってたんですけど保育園のお友達がみんな喜んでくれたり褒めてくれたりすることが何かこう それをこう糧にしてまた次を描くみたいな癖がずっと続いていてそれがもうずっとずっと高校生大学になっても続いていまして、ね、あ高校からは美術系の高校に入ってそのまま女子美なんですけど大学に進んだんですけどで大学に入る時に絵ではなくて何か違うことで手を動かしたいなと思って染色の方にあの。 布布をををったりあ、まあ、糸を染めて布を織るというそちらの方に進んだんですけれどもやっぱり絵を描くことは止まらなくって家でもずっと絵を描いていてであるまさかさんの、えー、とお誘いで、えー、海外の方だったんですけれどもグループ展に参加し,ないしてみないっていうお話をいただいてそんなにこう真,剣真剣には作ってたんですけれどもペインティングを。 まあ気軽な気持ちでちょっとあのずっと書いてたものを出したらその海外でのグループショーだったんですけれどもロサンゼルスでのグループショーで私の作品を買ってくださったおばあ様がいらっしゃってでその方がすごく私の作品が好きだってその時は本当に日本円で5,000円ぐらいのタブローの作品だったんですけどですごくそれをこう褒めて。 くれてもう一生大事にするっておっしゃってくださった時に初めて自分の作品が売れたっていうこともあったし初めてコレクターがついたっていうのもあってこの人のためにもう一生ちゃんと作品を続けていかなきゃいけない書いていかなきゃいけないなっていうふうに思ったんですねそれがきっかけというかでデビューでもあり作家になろうと思ったきっかけです。 その大学にいる時に制作してたのは染色家にいたのでシルクスクリーンだったり、まあ、布地を使って何か作品をこう、まあ、そういう環境が整ってたので、えー、作っていたんですけれどもその時はもう遊女とかそう,そういうのではなくて当時すごくこうなんかポップなものが流行ってたのでそれこそ可愛らしい女の子になんか。 もう装飾的な何かいっぱいつけたような女の子を描いてそれをシルクですってみたりとかまあ絵で描いてみたりとかでその指示体も布は使ってたんですけど布も別にあのこういうキャンバスではなくって市販のチェック柄のかわいい布地を板に貼ってでそこに描いたりとかまあそういうあのこの身近にある素材で何かまあ 今もそうなんですけど身近にあったものをこう組み合わせていって作った詩自、まあ、体で描いてたのでこういうあの布団のキャンバスとかとは全然違うものでした最初は。羊の毛刈りをする授業があって毛刈りした毛を縮小させてフェルトの1枚の生地にするっていう一連の,あの実習があったんですけどでその時にあの羊毛フェルトをたくさん大量に作って。 で,で、まあ、作ったらいいけどこれをどうするかどうしようかなと思った時にちょっとキャンバスにしてみようかなと思ってパネルにそれを貼ってみてで、まあ、椅子の座面みたいなふわふわしたものができてなんか面白いと思ってじゃあこそれに直接描くことは羊毛、まあ、なのでできないので,でその上にちょっとあの薄い布切れをはまた貼り込んで。 でそこにシルクスクリーンだったりまたあの直接筆で描いたりっていうのをちょこちょこっとやり始めたのが、えっと、大学3年生ぐらいの時だったんですけどそれがきっかけですそれももうずっとその小さい時から女の子しか描いてないっていうのがまああるんですけど男の子を描きたくないわけではなくって。 私は一人っ子だなんですけど今仲のいい親戚のお姉さんがいて彼女が当時あの流行ってたアニメのキャラクターをすごく上手に描くんですね10歳ぐらい離れてると思うんですけどでそれにすごく憧れていてでもうそういうふうになんか人,人に喜ばれる絵を私も描きたいってずっと思っていて。でとにかくその 美しく女の子を描くっていうのが自分の中で今もそうですけどずっとそれがあのもうモットーになっているというかで美しく男の子を描くという概念がほぼなくてその自分の中で描くとしたらもうそういう女の子理想の女の子っていうのがずっとずっとあってそれを描くために美術系の高校に行き美術系の大学に行き今はアーティストになりみたいなそのためだけに描いてるっていう。 感じですね。その女の子をずっと描いている中でやっぱりこうまあひたすら描いてはいるんですけどそのなんていうのかなどんどんイラスト寄りになっていってしまってさっきも言ったようなそのポップなものを、まあ、いろんなものをくっつけて女の子の変化をさせるんですけど。 実態が何なのかっていうのは自分の中であまり定まってなくて表争的なその可いい女の子っていうだけになっていてもうちょっとなんか芯のあるものを描いていかないと作品として成立しないなっていうのがあまあずっと考えてそれを大学の時にずっと考えていてでその時にたまたまその、えー、と浮世絵を見て浮世絵に触れることってそんなに それまででなかったんですけどもう海外の方が初めて見るような感じでなんかすごく新鮮なものとしてあの独特の面長の、えー、と顔だったりとかまあ浮世絵なのでその彫師のすごく繊細な髪の毛の曲げの表現であったりとかその立体的な。 膨らみであったりとかそういうことにすごく興味を持って遊女の、えー、と史実ももちろんあるんですけど歴史に関心というよりは、まあ、そういった女性たちの,その表現にすごく興味があってかんざしであったりとか曲げの立体ってすごく独特というかあの複雑なんですけどそれにそれを自分の 作品にちょっと持ち込んでみようと思ったのがきっかけで最初も本当にそういう軽い軽い気持ちではなかったんですけどもしかしたら何か自分の作品が変化するかもしれないと思ってそういう,うに書いてみましたこの作品はちょっと風変わりじゃないんですけど日本の昔の河川たち河人の 有名な六花仙っていう6人の歌人たちのそれを見立てた作品なんですけれどもミズマートギャラリーというギャラリーで最初に展覧会をした時にこれを展示してあ展示するにあたってなんかその六花仙っていうのは紀貫之がこの人たちはちょっとやばい歌人だぞっていう6人を選んでるんですけど。そののいい人みたいなのが 水間にもやばいいい人みたななのがいるなと思ってで「あの水間」っていうそのサイトスペシフィックなその,その場所自体をちょっと何かに見立てて展覧会をしたいと思ってたのでこう水間に立ち寄る鑑賞者の皆さんがこう立ち寄った時に変な6人を見たみたいな感じにの作品にしたいなっていうのが最初にあって、えー、と作った作品です。でその 道すがらっていうのは本当に今も使われてる言葉通り道すがらにその何かを見るとか道すがらにこう誰かと出会うとかなんかそういうようなちょっとふとした時に目に入る作品みたいなコンセプトで作った作品なんです。この時は自分でこうお湯を沸かしてその 湧いた湯気の形をわーっとクロッキーしてたり写真撮ったりしてでこれだなっていう形をこう,うまくこう形にキャンバスの形にしてとてもキャンバスには思えない形なんですけどもあの、まあ、その道,道すがらっていうのも一瞬の出来事だし目に入ることも一瞬のことだなっていうのもあってその一瞬の形みたいなことで。 煙の形を湯気の形をパッとこうめたいと思った、ね、最初はこういうキャンバスになる前は羊毛もそ,れのそのフェルトも少し使ってキャンバスも作ったりしてたんですけど羊毛フェルトでこのサイズを作るのはとてももう無理なので、まあ、いろんなところで探してもう使われなくなったホテルのキングサイズのあの クイーンサイズの毛布を頂い,いてきてそれをこう貼ってでその上からまたそういうホテルで使われなくなったようなチーズをあのガーッと回収してそれを使わせて頂い,いて貼ってっていう、はい、作品なんです。最初はそんなな意識してない でまあ、作り始めその「夜物」の時からもそうですけど本当に自分の好きなものを合体させていってできた形がだんだんこう磨かれていってこういうふうにはなってるんですけど描いていくうちに分かったことは今題材にしている遊女という世界観の中でやっぱり遊女なので売春がまあある ですけれども、えっと、男女の共寝をするっていう、まあ、大きなテーマの中で一つの布団っていうのはあ,のある意味そのアイコンになってくると思うんですけどその布団の、まあ、形状というかその質感みたいなものにたまたまキャンバスも見始めてきていてあっかそういうふうに自分で。 自然にやってきたことなんだけれどもどうもなんかそれがだんだん重なってくるなっていう感覚があってもしかしたら偶然というよりも必然的にそうなってきたのかもしれないっていうそのデビューした時は分かんなかったですけどだんだんとそれが年をごとに合致してきてやっぱりそのまあ布団キャンバスって呼んでますけど。 江戸時代には毛布とかはありませんがその綿入れの,そのお布団の上に女性が横たわって男性が横たわってっていうそういうなんかその景色みたいなものをキャンバスの上にまあ見立てられるかなっていう気持ちで今は、はい、作っています。やっぱ女のの子を描くくはすごく気持ちがいいことだし うまく描けると本当になんていうか自分を代弁してこう自分がいろいろコンプレックスを抱えてたりとか言えないこととか考えていることをこう全部代理でやってくれるなって、まあ、まあ素晴らしいと思ってずっとやってたんですけどここ何年かはやっぱりそ,のなんかそれだけではなくってもちろん女の子をずっと書き続けることには変わりはないんですけれども例えば江戸時代 粋だったり通であったりとかってその遊女の世界から生まれている美意識みたいなものが現代においてはどういうことに置き換えられるのかっていうのを考えた時にまあいろんな作家さんがいていろんな美意識をこう提示してらっしゃると思うんですけど私の中での,その浮世絵とまでは言わないんですけど今描ける現代の女性像みたいなことを通して。 その美意識みたいなのととかか価値観とか何か新しいものを伝えられないかなっていうのを今今もまだ模索してますけれども、まあ、表現とか技術もそうなんですけれども何かそのこの女の子を介して見てくださる方たちに何か発見とかあるといいなと思うように書いています。 多分遊女の世界というかうーんその時代に生きてた女の子たちのことを思うっていうのがすごく好きになっていて今は,今はというかずっとそうなんですけど何て言うかな今も生きづらい社会だとは思うんですがちょうど私がテーマにしている幕末の頃っていうのも若い人たちはきっと同じようにこれからの時代を思い悩んでいる たんだろうなっていう気がいろんな資料を読むとそういう気がしていて同じ時代をこう400年500年の間を空けてこう一緒に進んでるような感じがあってなのでずっとそのまま並行してこれがこの先も私の中では続いていてなのでテーマとしては今他のものを考えてはいないんですけれどもただちょっとさっきの話とつながりますけど。 これかか、らのとこれだけそのまあちょっとこじつけになっちゃいますけど戦争もあったりとかまあ性に関しても今すごく厳しくなってたりとかいろんなことが起きている中でそれでも揺るがないこう価値観だったりとか日本人がずっと続けてきたこととかなんかそういうその島国ならではの考え方良さみたいなものを作品として残していきたいな これをこう100年後200年後に見た時にちゃんとその文化が伝わっている今のこの時代の文化が伝わっている作品になってるといいなと思ってなんかその辺を考えながら今はこれからも制作していこうと思ってます。